故を起こし意識を失った女。彼女は奇妙な感覚で目が覚める。暗闇の中、どこかに吸い込まれるような感覚。体は痛くて動かない。白衣の男は笑みを作ってこう言った。ここへ来たからにはもう安心ですよ。そして彼女の入院生活が始まった。誰も知らないその病院で。劇団一撃屋が送る世にも奇妙なエンターテインメント、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。